はですね、スリザリアをやっていこうと思うんですけれども、なんでこんなことになったのかというとですね、本日超猛暑日なんですよ。私ね、太陽光がね、めったに入らない家に住んでるんですよ。まあ、マジでどうなんだって感じです。今日ね、珍しく太陽光がね、ちょっと差してたんですよ、部屋に。これめっちゃ天気いいんちゃうんと思って外に出ましたところ、あの日から浴びてしまったというね。で、干からびてしまったらリスナーにミミズって言われましたっていう流れで、今回はスリザリをやろうと思います。推しに向かってミミズっていうのどうなんですか。ひどいよ。ミミズになっても可愛いなじゃねえんだよ。推しにミミズっていうやつなかなかおらんけど、まあまあまあ、いつかね、スリザリはやろうと思ってたんで、まあこれを機にやってもいいんじゃないですかってのことでね。3分ぐらいで終わりそう。でもさっき私テストプレイしてたら世界5位になりましたよ。まあいや、世界で5人しかやってなかったんじゃないのか。スリザリを舐めてはいけない。結構人口いるだろう、わからんけど。熱中症で幻覚見たじゃないんですよ。よし、やりますよ。知念、知念、あ、いや、なんでもないです、なんでもないです、なんでも、え、なんでも、ごめん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 、世界5位とは、いやいやいや、ちゃ、哀れ、ういじゃないんだよ。世界1位とは言わないからさ、あの、10位ぐらいに入りたいんだよね、みんな。ちょっと、私のさ、あいつ許せねえんだけど、怖いよー、あいつ、さっき私のこと殺したやつ。じゃあ最後にシグレウイの名前でやりましょうね。これでランキングに入って終わろうね。この人でっかいね。でかーい、でかーい、でかーい、周りもでかい、周りもでかい、怖い、でかい。あ、待って、これ囲まれた、これもしかして守られてる、守られてるな、これ。お、入ってきた、入ってきた。ね、ママ、二人っきりなんだけど、ハート作ってる場合じゃないよ。ミミズでハート作られても、イエーイ。え、待って、なんか赤いの入ってきてるよ。なにこれ。君たち仲良しなの。わー、おいしい、うめ。他人の力で得た妖力、たまんねえよな。これがママの旨味ってやつ。見て見て、めっちゃ大きくなってきたよ。すごい、回ってるだけでご飯が来る。ここ実家ってこと？あ、9位にいる、8位にいる、8位にいる。ねえねえ、みんなみんな。甘やかされて8位になったよ。嬉しいね。やったー、大きくなったよー。え、待って、4位なんだけど。4位なんだけど。圧倒的姫プン。やばいやばい、当たりそう、当たりそう。お、やったー。ここまで来たら、あの3位のウイビーも殺したい。この白い人もうちょっと、でかくしてくれへん。空間でかくしてくれへん。狭いよ。今このメモリ不足でカクカクしている中、この狭さは、うおー、白ギリギリのところにもらいに行くの怖すぎるよ。うわー、ママー、ママー、あー、3位まで行ったよ、3位まで行ったよ、3位まで、ママー。やっぱ、ワイはママに生かされてたんや。外は過酷。やっぱ外に出ると干からびるし、リスナーにミズミズって言われる。外に出るとミミズって言われるし、こういう風にね、あまたな奴らからね、殺される。外は怖い。みんな、引きこもり、最高ー！ということでね、ちょうど1時間ぐらいの配信になりました。いいと思ったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。チュッ！